皆さんこんにちは、かなまるです。今日は1階のお花を紹介したいと思います。このなんともこう情熱的な濃い紫のドットが素敵なお花はビクトリアさんですね。ビクトリアさんも先端まではお花が咲いてなかったんですけれども、つぼみがどんどん増えて今こういうふうに長くなってます。はい、こちらはピンクほのかさんですね。もうすごく長く綺麗に咲いてくれているので、そろそろちょっとお花が乾燥してきてますね。でもなかなか綺麗です。そろそろ花枝を切ろうかなと思っています。はい、こちらの黄色い可愛い子はクリですね。クリちゃんはね、ちょっと残念なことにある日ビニールポットの根の様子を見ようと思って持ち上げたら、もうブチッと半分ぐらい根が腐ってました。でそのまま根っこを洗って水栽培でお花を咲かせています。でコチョウランを水に変えた時にこう根っこが腐ってくることがあるんですね。でもそれでこう慌てないで、ちょっとそっと様子を見た方がいいと。で綺麗な根がブヨブヨになって取れてしまったんですけれども、いくつか根が取れて、逆にいくつかしっかりした根が出てきて、今はもう安定してます。だからあまりいじらないで週1回お水を変えるっていう感じでお世話しています。はい、こちらはクロニクルっていうお花ですね。リーフさんのカララっていうシリーズ、イオンのお花屋さんに行った時にね、たくさんありまして、ちょっと黄色の花が可愛いなと思ったので買ってしまいました。はい、こちらはラッキーガールさん。リップが丸くて大きくてこう開いてますね。なんかこうすごくこう見るだけで元気になるというか、ポップな感じの可愛いお花です。はい、でこちらはゴールデンレディーさんですね。なんか名前かっこいいと思いませんか、ゴールデンレディー。ちょっともう鋭い方は気づいていると思うのですが、いつもバックにチェンバロの音楽をかけています。私はチェンバロを弾いてまして、なんと無謀にも今年国際コンクールに出てみたんですね。で4ヶ月ちょっとチェンバロ漬けの生活を送っていまして、それが終わった時にたまたまメルカリで発見して、あ、なんか元気が出るわこの子と思ってお家に来てもらいました。奈良の蘭農家さんが送ってくださいました。第4週郵便でぺったんこになって送られてきたんですけれども、やっぱり育て方が結構自然な感じというか、で日数もそんなにかからず届いたので、やっぱり 2,3 日で回復してとっても元気です。第4種の場合は今時間がすごくかかるので、速達じゃないと傷んじゃうかなと思います。はい、でも後ろの方のお花はね、もう終わりかかってます。この左側の葉っぱがすごく長いパープルのお花はミストですね。でこちらの右側の花はハートさんです。でこの2人は今日花枝を切ろうと思っています。で花枝を切る場所なんですけれども、以前は下の方で一番下とかその次とかで切ってたんですね、大きいコチョウランを。でも最近はなんか上の方で切ったらいいですよというふうに教えてくださるランの育成家の方が多いですね。でこちらは豊橋のリーフさんのタグなんですけれども、ここにこう QR コードがありますよね。
そうするとこうリーフさんの育て方が出てくるんですけれども、やっぱりこうちっちゃいコチョウランは花が終わったら一番近い節で切った方がいいですよというふうに、まあ、初心者向けにおっしゃってます。まあ、それはきっとなかなか新しい花枝を出すのはまだ難しいかなということで、簡単な出し方で一番近くを切ったらどうですかという考え方みたいです。でいろんな考え方があると思うんですけれども、あのお家で可愛いお花を長く見たいという考え方の方はもうそれがいいんじゃないかなと私も思います。で葉っぱがもう本当にこう弱々しいとか株が弱々しいとかはもう下の方から切った方がいいかなと思うんですけれども、このリーフさんの社長さんの考え方っていうのがすごくユニークで、もう答えはこうランが持っているというか、コチョウランがどうしたいかなっていうことにこう任せてあげてくださいって感じなんですね。だから必要だったら咲くし、その成長をね葉っぱの方にシフトしたかったらお花は枯らすしっていう風にランが考えますよっていう考え方なんですよ。でそれもなんかこう当たりなんじゃないかなと私も思っていて、以前からせっかく綺麗な花が咲いたのに、はいつぼみが全部開きました、じゃあ今日切りますみたいな方もおられて、なんかそれはちょっとすごく残念かなと私はやっぱ思ってしまうので、もう少しお花を楽しみたいなという派です。まあそれぞれ皆さん考え方があると思いますので、育成をねメインにしたい方はもう早く切るというのもそれはそれでいいんじゃないかなと思います。はい、でこちらは前回ご紹介したマイビビアンさんです。でこちらはあのロトという品種で、シシオーキッドさんが販売しておられて、日本であまり育てている農家さんがないというふうに紹介されていたんですけれども、ドイツに住んでおられる日本人の方のユーチューバーの方がこのランを写しておられました。ショッピングセンターにあったんですけれども、ロッテという名前でした。ロッテ、なんかロッテちゃんの方が可愛いですよね。はい、でこちらのマイビビアンさんなんですけれども、このタグがついていて、このタグの内容をこの前読まなかったのでちょっと読みたいと思います。お手入れのポイント、温度湿度高温多湿を好み、春から秋は自然条件でも育ちます。冬は暖かい室内で管理すると良いでしょう。日照直射日光を嫌い、カーテン越しが良いでしょう。夏 60% 冬 30% 遮光しましょう。乾水、水苔が乾いたら水を与えてください。冬の越し方、最低15度の温度を保つようにしましょう。はい、支柱の先端で怪我をしないように気をつけてください。ありがとうございます、鈴本さんです。このマイビビアンちゃんはね、あの鈴本さんの、あの作られた品種なんですよ。品種登録番号174135っていうふうに書いてますね。なんかもうこの丸っこい可愛らしいルックスで大人気みたいです。前回ね、このロッテちゃんのタグを読んだ時にね、水やりは2週間に1回って書いてあったんですよ。だからやっぱりこうプロのね、蘭農家さんでも考え方がいろいろあるんだなっていうのがまあ結論ですね。でまたどこで作ってらっしゃるか、そこのこう地方の気候とかもあると思うんですよ。だからやっぱり蘭っていうのは環境に馴染む植物なので、ここではこうどういうふうにしてあげたらいいかなっていうのをお花に尋ねながらね、していかれたらいいかなと思います。ただコロコロ環境を変えるのがやっぱとっても苦手みたいなので、保護はあまりよろしくないかなという気がします。ではこれからも楽しくラン育てをしていこうと思いますので、またよろしかったら見てください。ご視聴ありがとうございました。